チョコレートの旅、今宵もロイスとスイートな時間へ。今では100種類以上に広がるロイズのチョコレートたち、その原点とは。豊かな素材が揃い、チョコレート作りに適した涼しい気候の北海道で、本場ヨーロッパに負けない本格的なチョコレートを作りたいと、1983年札幌東区で創業したロイズ。そんな思いの結晶が第1号の商品、ロイズ板チョコレート。ロイズの物語はこの1枚から始まったのでした。手に取ってみるとずっしりと重いロイズの板チョコレート、北海道の原風景をテイストにというコンセプト通り、チョコレートの美味しさをダイナミックに形にしました。その厚みはお客様からちょっと割りにくいというご意見をいただくほど。でもそれはチョコレートの美味しさを心ゆくまで楽しんでいただきたいという思いからなんです。当時は社長を含め5人ほどだったスタッフが全てを一枚一枚手作りし、包装紙も手刷りでした。今ではミルクやブラックなどシンプルなものから、人気のアーモンド入り、洋酒が香るラムレーズンなど種類も豊富に。でもパッケージのデザインは創業当時のままです。初めの一枚を出荷した感動をいつまでも忘れずにいたいから。ロイズの原点、板チョコレート、ぜひ味わってみてください。チョコレートの旅、北海道から世界へ美味しさを、ロイズがお送りしました。